はい皆さん、こんにちは。わぞつです、えー。今日は2018年5月の29日、えー、朝の、昼だね、昼の11時です。ちょっとね、リスナーさんがね、あのツイッターの使い方、なんかちょっと間違ってたりとか、あの伝わってないなっていうことが多いんで、今日は初心者向けの、えー、ツイッターの使い方、あくまで初心者向けですね、ツイッターの使い方をやろうと思います。えー、よろしくお願いします。じゃあまずツイッターの僕のページから見ていきましょう。 これがね、あの、自分のツイッターになってます。で、えー、っと、まあ、サムネイルの設定とか、プロフィールとかわかるよね。これがヘッダーって呼ばれてるところです。これヘッダーね。で、これがサムネイルというところになります。で、例えば、まあ、調べましょうか。えー、っと、わどと割れ道と検索します。そうすると、多分トップに俺のが出てくる。 こ,これヘッダー、ツイッター、プロフィールが出ます。で、簡単に言うと、和道っていう風に検索したときに、自分の名前が出るためにどうしたらいいかっていうと、えー、まず設定、一番重要なところは、えー、ここです。名前です。ここが一番反映されやすい。次に、えー、これは説明文ですね。説明文。ここをしっかり書いてください。自分はどういう人間ですよっていうのを書くといいと思います。 でアットマークっていうのがえっ、ー、とこれなんて言うんだっけアットマークこれが自分のここにアットマーク僕はムービー高見津っていう風に書いてあるんですけどそれはね URL の一番末になるのでこのアットマークムービー高見津っていうのがインターネット上 Twitter 上で使われている名前になりますこれ文字の名前とこのムービー高見津っていうのが この2つが名前なんですね。アットマークは何ていう名前だったかな、まあ。アットマークはここをクリックすると僕が出るっていう風に覚えてください。で、えー、何からやろうかな、うん。説明しようかな。まずツイートをこうクリックすると、例えばテストと打ちます。テスト。ね。で、ツイートをしてみましょう。まあ、これは分かるよね。そうすると、えー、更新してみます。 これは一般的な追加方。これつぶやかれた状態ね。テストって。で、これ、いいねをしたりとかすると。OK? これテスト。ちょっと、でかくしようかな。どうしようかな。ちょっと見づらいよね。ちょっと待ってね。これくらいにしようか。これだと見やすいかな。単管塾の方はいい。テストって書いてあるでしょ。これに対して、 ここをクリックする返信っていうのを押すと誰か返信にさテスト了解とか書いてみて誰か要は俺との公開でのやり取りをする場合はここです誰か見えてるよとかここに書いてみてもらえてる誰か書いてくださいこのテストに対して誰か返信をしてくださいできる人いる 俺のツイッターのテストに返信まだ一つも来てないでしょ「いいね」とか押したりとかこのテストに対して返信誰かできるかな、うん、誰もやってくれない1分経過 <laughs> <laughs> えっとまだないですね誰かこのテストに対してリアクションをしてもらってもいいですかん <laughs> できない誰からも反応がないなあ来た でそうすると今2つだ反応がありましたこの通知をクリックするとえっ、ー、とカレー王さんとちくちくきのこさんがほら書いてるよっていうふうにで俺のこのアットマーク以降が来てるでしょどれの深夜食堂ってよくわかんない、ね、<laughs> ボケありがとうございますっていうふうにこうやって通知が来るんですよ通知もう一件来てるね誰かがフォローしてくれたとかね 要は、俺に対して何かをリアクションをしてくれると、リスナーさんが、ここに、これを見てみよう。ここに3個ついてるよってあるでしょ。これを見てみると、こういうふうにみんなで公開で見れるようになります。わかるテストに対して、どれの深夜食堂って、テストって。つまり、変身っていうのは、えっ、ー、と、 この文章に対して何かレスポンスをしているっていう状態でいいね彼が押すんでねノコタン、たん OK でえっとこの使い方例えばじゃあきのこたんこれいくよキノコたんのえっとここの名前あるでしょこれをコピーしますこれをコピーでえっと ツイートするときに、こうやって打つと、えっ、ー、と、メッセージ。公開でメッセージを送れる、D。DM じゃないよ。公開でメッセージ。テストだよーって送ります。こうやってツイートすると、これが何が起こるかっていうのを見てみましょう。これ、これはどういうことかっていうと、 待ってね、ほら俺のメインの方にはテストだよって書かれてないでしょわかるでえっ、ー、とねツイートの返信とツイートの返信とツイートっていうツイートと返信の方こっち側に反映されるのほらテストだよってつまり会話会話形式でやられてるのはここなの 名前を入れるとこういう要は返信の部分の方に入れられるのだからこれを入れるっていうことはこの人に対してっていうアドレスが勝手にあのアットマークが勝手につくってことねわかる自分のツイートのメインの方にはいかないで「ちくちくキノコタンに対して」「コツで公開で送ってるよ」ってそうわかるでこれに対してちくちくキノコタンが見えてるよとか で、この二人の会話を見て、参加したい場合は、それにどんどん続いていく感じの。例えばさ、きのこたんさ、今、ツイッターに行ってるから、返信ここに書いてくんないこのツイートに、俺の返信に対して返信してみて。これは公開で会話をしてるってことなの。来たでしょわかるきのこたんんか返してみて。キノコたん。 なんかこのテストだよっていうのに対して見えてるよっていうのを書いてみてこのツイートに対して返信をするの返信をするのこのツイートに対してキのこたんが返信してみてこのアットマークテストだよっていう方にそうやり方があるんですよで一般的な僕のフォロワーさんには見えないのあき来たね 来てないかこっちのここをワンクリックしないと見えないテストだよ違った自分のだったどういうこと <laughs> 面白いでしょ明恵さんこれに対して返信送れるで 簡単に言うと、ダイレクトメッセージっていうのは、俺とキノコたんだけとかの会話なの。これはだから、誰にも知られたくないっていう、二人だけの会話をしたい場合は、メッセージを使うの。ただ、えー、っと、表立ってやる場合は、この、返信っていう機能を使うの。このツイート、よくさ、あの、喧嘩してるでしょ炎上してるのはこれ。要は、公開でやるっていう。面白いでしょツイッター使い方覚えると面白いよ。 変身できるキノコタンできるかな来た来たかなテストだよーのこの俺が「チクチクキノコタン」に対して「テストだよ」っていうのに対して何かが来てる1個ついてるでしょそこはこの1なのよ通知って言うんだけど何かあなたにメッセージは誰か来てますよとこれクリックしてみようかほらこっちだ見つけたって言ったでしょ ほらそうするとこういう風に連動になっていくのスレッド掲示板みたいなの。じゃあ今度これを見て「テストだよこっちだ見つけた」この「ちくちくキノコタンに対して誰か、えー、参加してここにこっち側に送るんじゃなくてこの2つ目のキノコタンに対して誰か書いてみて誰か書いてここに俺の方に送ると分岐しちゃうの。 つまりこのキノコタンにしゃべるとどういう現象が起こるか次やってみましょう。俺が1番目テストだよよあ見つけたよキノコタンの会話でここここ誰か参加してみてこのキノコタンに対してツイート。誰かできるかな誰か潜り込んで。 これがツイッターの楽しみかな基本なんだけど、なかなかね、伝わらないんだよね。機能が増えちゃってるの、どんどん。えー、っと。誰か書けるかなテストだよに対して、まだ1個しかついてない会話が。誰か、キノコタンの方に、こっちの方に会話をして、あ、よかったよかった、来た来た。そうすると、 1>, 1番目の「テストだよ」ってキノコタンにメッセージを送ったでキノコタンに対して「よかったね」ってみーすけさんが言ってるこれで3人のののが公開の会話になったのそうすると端から見てる人からワドをキノコタンミースケってでえー、とキノコタンに対してコメント書きたいときはこっちでこの「みーすけによかったね」に対して今度俺が書いてみようか。 ありがとう今度よかったねって言ったらえっ、ー、とほらアットマークが2人に増えてるでしょ。これどういうことかっていうとみーすけとキノコタンと会話してるよと今度2人に通知がいくのよ。強力ありがとうでみーすけに送るそうするとみーすけとキノコタンに通知がいってるの。 だから、鍵垢をつける意味がないよって言ってんのは、俺が言ってる意味分かってくるよ。ツイッターをやって鍵をかけるっていうことは、ツイッターが全然楽しくないの。簡単に言うと、見るだけってことなの。ツイッターを公開でやるの。そうするとこんだけツイートしてるのに、俺の方には会話隠れてるでしょ。テストの最初の方、こっち消すよ、分かりづらいから。この、このやつを消します。ツイッター削除します。この最初のテストの方は。 で俺が最初に送ったまず、えー「テストだよ」に対して、ね「テストだよ」って送ったそうするときのこたんがきのこたんに送ってるからあこっちは見つけた和道さんって意味なの要は和道さんに対してこれを言ってますよみんな見てねって意味でみーすけが横から会話に参加してきて「よかったね」って要はこれは、えー、とここ。 よかったねはキノコタンに対して言ってるつながってるよっていう時系列が発生してんので。でみーすけに対して協力ありがとねってなってるの。ワドさんのチェックを外したえな何ワドさんのチェックを外したんんんんんどういうことんワドさんのチェックを外したで今度は、えー、と誰かが。 誰か全くチクチクキノコタンでもミースケでもない人が誰か協力して今度えっ、ー、と「俺のテストだよ」のこの会話に対して誰か「アホ」って書いてここの返信今度「俺の方にアホ」って誰か返信してくんない誰か誰か「誰かアホ」って俺に書いてここにこれ誰かから来てるねツイートほら「ら「1」ってまた通知が来てるから 見ててみようかクリーンレディーってきたね <laughs> これはいい,い,いねテストクリーンレディーこれはどういうことかっていうといくよまず「俺のテストだよ」に対してキノコたんに「みーすけよかったね協力ありがとう」っていう会話1とあれクリーンレディーがないえっとここ見てみようか。 ミンスケに対して2個ついてるからこれを今度元にすんのそうすると会話1はテストだよこっちが見つけたミンスケ良かったねの会話になるでしょでもう一つはあれなぐちゃぐちゃしてきたな協力ありがとうありがとうえちょっと待ってカレーヨンのやつが消えたんだけどどうなってんのこれはどこの会話だんテストえ何これ え、なんかかっ、えなんか勝手なことやってないえどういうことこれ。勝手なことやるなよ <laughs>。お前らさ、勝手なことするから、授業にならないんだって、これ何なんか勝手に会話が進んでるから、説明がしづらいんだけど、何これえ、何これこの会話。どういうことえ、これは何よくわかんなくなってきた。勝手にアドリブを入れてくるから、こいつら。 ちょっとわかんんなななくなるからえなんからえ勝手にもうどんどん進んでるじゃん。えテストこれはなんだ <laughs> えなんだどういうことん分かんないんだけどカレー王がどこに対して何をしたのかが全然分かんないんだけどえどういうことなんでスレッドがつながんないの <laughs> アドリブが入ってるんでしょこれ俺のテストだよーでしょでこっちだ見つけたでしょちくちくきのこたんのテストだよーは何だからこういうことがツイッター素人によくあるんだよあさっきのコメントに返事が来てたのかえっ、ー、とごめんもう一回行くよえっ、ー、とみーすけに対えっ、ー、と俺のテストだよーに対していくよえっ、ー、とこっちだ見つけたっていうの1返信が1個来てるよかったね で、俺は協力ありがとうって言ったんだけどみーすけにもう一人来てるからこれをやるとえっ、ー、とねあ分かった鍵あかの人がみーすけに対して書いてんだ多分んだから鍵あかやめろよもうえどういうこと協力ありがとうありりががととううんなんかぐちゃぐちゃしてきたなえ違うか えっとこれは誰だこれ誰だあ分かったえっ、ー、とこの「良かったね」に対して「良かったね」に対して俺がこっちに会話してんのとこの人がこっちに会話して二分岐してんの。そう。だから「テストだよこっちだ見つけた良かったね」でこの下に「協力ありがとう」と「ありがとう」が入ってるの。分かるっていうのが読み方なの。 言ってる意味分かったえっ、ー、と、わ、分かんなかったら図で説明する。図で説明するけど、分かった要は、俺が1、一番最初、テストだよ。で、次の会話が、こっちだ見つけた、よかったね。で、ここで2分岐してんのね。二だから。でも、その、えっ、ー、と、協力ありがとう。俺から目線からすると、 1234の会話なんだけどここでもう一分岐してるからこ,れをこのもう一分岐を見たい場合はここをクリックそうするとみーすけの「こっちだテストだよこっちだ見つけたよかったに、ね」に対して2レスポンス別であるっていうことだ図図でやってみようかそうなんだよこれ見方がね難しいから会話がね変なとこから入ってくる人っているの。 で使い方間違えてるしっていううんーとちょっと待ってねうんーと今の会話はえっ、ー、と今の会話はえっ、ー、とむずいっていうかねこれコツをつかめば簡単なの和道の えっと「割れ道のテストだよ」テストだよね。これが元のツイート。元のツイート。ね。でこれに対してきのこたんのきのこたんのこっちだ。 こっちだ、ね、見つけたで3番目にえっ、ー、とみーすけみーすけの、えー、みーすけなんて言ってるっけみーすけのよかったねよかったねよかったねあまあいいかよかったねでそれに対して 俺の,の、アドの、協力ありがとうと、えっ、ー、と、協力ありがとうと、えっ、ー、と、このよかったにに対して、ありがとうか、キのコタンの、えー、 のこたんのありがとうここの4つのこたんのつんありがとう簡単に言うと今行われた会話は1番目2番目で3番目まで行ったんだけどで4番4段目。 4段目ね4段目でこうなってるのだからみーすけのところで2分岐してるの分かるケー。Okay? でいや真子さんはね使い方すげえ間違えてんの真子さんもめちゃくちゃ間違えてるのここまで理解できた これが、変身っていう機能。これが返信、変身。変身機能。変身ね。で、変身っていうのはどういうふうに使うかっていうと、えー、っと、えー、公開で会話と。公開で会話って覚えといて。ここまで OK でしょうか皆さん。OK? 公開で会話することを、えー、返信っていう概念これ覚えただからこの人に対して参加したい場合はここに新たに波形で入るの。わかるでこの人に対して返信したい場合はこの人に対する返信をしたらここに分岐が入るの。でこの「ありがとう」に対して分岐するのがこういうこと。でここに対しては3番目が来るの。で えっとね、ここに会話をやった場合っていうのはね、ここに書いた場合っていうのは俺にだけ通知がきますここに書いた人は俺とこの人にだけ通知が行くのキノコタンとミースケはピコンってならないので、ここに書いた場合はミースケとキノコタンに通知が行くので、要はこの3人で話したいってことでえっ、ー、と ここの道に対してここに返信を書くとのの人に通知がいくのだからどこの会話に参加するのかっていうのが難しくなるの。OK? いや FF 外から失礼しますっていうのはフォローを外してるところからこういうことをして「これ違くないですか?」っていうのが FF 外情ここ OK ね。じゃあ次いきます。 え次ツイッター講座次えー、っと今度はこれはね覚えておいた方がいいんだけどアホ <laughs> えっとこういうこと <laughs> 要は「テストだよ」が二分岐したわけですよこれがボロンジュだよねボロンジュが「アホ」って書いてあるでしょで喧嘩売ってんのって これよくあるツイッターのやつねわかるテストだよアホで俺とえっ、ー、とあキノコタたんにも言ってるからえっ、ー、とねこれどこだろうなんでキノコたんに言ってんだろうあ要は俺が最初にキノコたんに会話してるからキノコたんにも言ってるんだえっ、ー、とねこの図が間違っててここの大元がこの上にキノコたんに言ってるからキノコたんにも通知がいくわ 俺がキノコタンに打ってるるかからわでここに今ボロンジュのアホが入ったのわかる把握できてるボロンジュのアホが入っただから俺がキノコタンに最初に送ってる返信だからキノコタンにこの波形でもキノコタンに行ってるんだ OK? ここまで OK?OKOK よしありがとね協力してくれてこれが味方で この会話が面白いのが何かっていうと、うん。この会話が何が面白いかっていうと、スレッド形式になるから面白い。これどういうことかっていうと、俺のことをフォローしています。OK? みんな、俺のこと1300人がフォローしていて、一つのネタに対して、これだけのレスポンスが入るんですよ。 これよく大手配信者にあるでしょなんか死ねとかアホとかお前バカかよとか金杯さんのとか見るといっぱい書いてあるでしょ要は一つのツイートを単発で終わらせないでみんなで参加するっていうのがこういうこと。OK? 掲示板としての機能になるの。だから公開であのやり取りをするっていうやり方がこれ。で、鍵がついてる人が参加しても誰も見えません。で、俺にも見えません。 だからたまにいるんだけど鍵垢をつけてる人が俺に必死にコメント書く人がいるの俺にも見れないからだって公開されてないんだもんだから Twitter でこんだけ楽しいやり取りができるのにこうやってバカだだアホだな誰ててめえだとか横がが入ってくるのの面白いのよでバトルロワイヤル状態になって例えば俺のこと知らないキノコたんをフォローしてる人が「何でキノコたんいじめてるんですか?」って横やりが入ってきたおめえだ 誰だこののみたいいになるから面白いのでそのキノコたんだけフォローしてるただの友達のいい人がアホだっていうのが今度キノコたんの友達の友達が「ワドって何なのこいつムカつく」みたいなやりとりで炎上していくのそうだけどのの人はいいいくら書てもも俺にも見れないのだから「意味ないよ」ってずっと言ってんのはそれなのツイッター「かぎあか楽しくないよ」っていう そう。だから、みんなに見られたくないんだったら、ツイッターは楽しめないの。あくまで見る側しかできてないの。DM は見えてる。鍵垢でも。ただ、こういう公開の会話が、例えばボロンジがアホって書くじゃん。そうすると、ボロンジはさ、鍵垢だった場合、鍵がついてた場合、俺には読めてると思ってるはずなんだよ。だから、勝手に書くわけじゃん。俺も見えてないの。 俺は誰かが何かが言ってるこの数字だけが増えるの。面白いでしょここまで OK? そう。だから鍵アカ何なんっていう誰が書いたのかも何を言ってるかも分かんないの。でもっとひどいのが鍵アカはフォ,ローフォローをし合ってる人同士だけなの。分かるだから鍵アカは公開でコメント書いてくる人は意味が分からない人なの。<laughs> 分かるそう。 俺、誰もフォローしてないから、誰も見れないの。そう、相互フォロー。なんか、すごく狭い世界でやるから、DM、公開で DM みたいな。<laughs> 意味ないでしょ。だから、鍵外した方が面白いって言ってんの。これがまず一つ目ね。これが、返信っていう機能。おさらいなんだけど、返信は公開で会話。だから鍵垢は意味ないよ。ここまで OK ね。OK? で、今度次。だから、えー、っと、 例えばちょっとキノコたん見るよ多分ねどっかにあれあこれがこのツイート文章シャペコこれ「#」ハッシュタグっていう機能なんだけど釈迦とペコこれこれを釈迦とペコを擬人化してくれたのよだけど俺の方には通知見てみようかキノコたんは俺に届けたはずなんだけど俺に来てないでしょわかる だから、俺は気づかないよ。どうやって見たらいいよっていうのは、俺に対して何にもないから。ほら、アホとかクリーンレディーとか、こっちが見つけたとか全部残るの。どれの深夜食堂テストとか。だから、今度、キノコタンね。えー、っと、えー、っと、キノコタンが今度これをやってください。いくよ。えー、っと、まずツイートをします。その時に、写真を追加するんだけど、 写真を追加したときに、えっ、ー、とね、えー、っと、何がいいかな。まあいいや。今度、えー、っと、どうしようかな。これにしようか。こういう風に写真を載せると、誰が写ってますかっていう機能あるじゃん。この写真に対して誰が写ってますか。これに、和道を入れるの。これ10人まで入れられるから。これには、 れいって入れると、あ和道のアカウントだと。わかるこれをクリックするの。これで、さっきのシャカトペコを送ってみて。ツイートしてみて、キのコだ要は、タグ付けっていうの、タグ付けの概念ね。写真を載せたり、イラストを載せたときに、このイラストは誰のイラストですかってタグ付けを書いてみて。で、今、和道って入れてるでしょ。これやってみて。 これ待とうか、キノコタこれすごい重要なの。で、たまに配信やってタグ付け機能ダメな人いるからアホじゃんって言ってんの。キノコタんタグ付けやってみて。やっぱ30分以上かかるか。 なないな通知タグはねバンバン使った方がいいよタグは面白いよん今からどういう現象が起こるか教えてあげる今ねきのこたんが多分タグ付けでツイートしてるはずだからそうするとどうなるか、うん、初見さんいらっしゃい 送ったほら、送った瞬間に位置ついたでしょこうすると、要は、さっきはキノコタンはツイートしたんだけど、和道さんって入れたから勝手に、和道さんなんで見れてないのっていう風になったじゃん。いや、わかんないよって。でも今回は、ピコってなったから、あ、なんか来てるってやると、ほら、これでやっとわかるの。これがタグ付け。要は、あなたの関係してる写真ですよって。 そうすると俺はこれに対してあ、ありがとう、いいね。で、これを、今度ね、これタグ付けしたらどうなるかっていうと、ね、ちくちくきのこたんの方には、えこれか。これ。さっきの方は、全く同じように見えるじゃん。ハッシュタグは入ってるんだけど、これだと俺発見できなかったけど、これ、ほら、自分っていうの、これ和道のことなの、ほら。 分かるだからこれどういうことかっていうとね説明するよ。この、ま、フォロワーが20人いるわけですよキノコたんに。キノコたんの20人はこれの意味が分からないけれどもここをクリックするとあこの人のことを書いたのねっていうことが分かるの。分かった分かった。客観した時にあこの人が この人の人写真なんだでシャカトペコの擬人化さらに言ったら俺の方のツイッター見てみようか俺の方のえー、っとタイムラインはどこだちょっと待ってねこっちには載ってないでしょほら俺の表向きのツイッターの方には載ってないでしょつまり誰かが俺のこと書いてくれたよっていう裏側だけなの だから俺がリツイートします、今度。これをリスナーさんに教えよう。絵描いてくれてありがとうっていう意味合いで、えっ、ー、と、ツイートすると、リツイート。これがリツイート。わかった。ほら、俺の方に載ったでしょ。これがリツイートね。要は、俺のことを書いてくれた人を俺はみんなに知らせるか、それとも俺のまま、要はこれリツイートいいやってやるかっていうこと。 そう。OK? ここまで OK? あ、いや、本来は映ってる人を書くの。だけど、こういう使い方ができるよっていうことね。ここまで OK? で、今度、俺のタイムラインに来たから、みんな1344人にこれが広まったってことオッ OK? で、今度、ちょっと取り消すよ。この Twitter 取り消すと、どうなるのかっていうと、ツイート自体が消えるの。ダンカンさんになるぞだから、 簡単に言うと「ちくちくきのこたん」の20人にだけ広まってんの。そうリツイートはこういう意味なの。で今度,もう今度もう一つ方法がある。あなるほどちくちくきのこたんが俺にのこういうの書いてくれたんだ。引用リツイート。これが重要。ここに対していくよ。見ててよ。リスナーさんが、えー、イラストを。 「書いてくれたよ」って書いてくれたよんハートでやるとでツイートをすると種類が変わるのえーっと俺のツイッター見てみるとほらこれに対してリスナーさんがイラスト書いてくれたよっていう俺のツイートになるのだからこれ面白いんだけど リツイート扱いいされてないのここの数字増えてないの分かるリツイートっていうのは単純にこれを広める場合この人のことを知ってもらいたい場合はただのリツイートでコメント付き,付きリツイートっていうのはこれが母体になる分かるだからあのさっき1ついてたんがついてないの分かるでリツイートしてみるよ からでリツイートこうするとどうなるかっていうとそう自分のツイートになるかリツイートコメントを入れると自分のツイートになるの要はほら1ついてるでしょこれ俺のリツイートこれ1個シャカトペコの擬人化でこっち側は俺のツイッターになるのわかるそうだから えとこの人のことを俺のリスナーさんにシェアしたいなっていう時はこれをバンバンリツイートしていくで「いいね」を押していくっていうこういう概念なのここまでッ OK でまあこれに対してだからえっとこの絵の感想を書く場合はこっちに書くの。 こっちにリツイートするのかこっちにリツイートするのかで意味が変わるっていうこと。OK? ここまでー。OK?OK ですか。で、リツイートコメント付きリツイート。うん、つまり、えーと、会話形式で自分の フォロワーさんに知られたくない場合でこれに対して言う場合はここ、わかる？ここを押すとこれだこの会話の人たちの中に参加するのが返信。でコメント付きリツイートは自分この写真を使いながらこれに対する感想を自分のフォロワーさんに伝える場合はコメ付き引用リツイート。オッケー。つまり内輪に向けるか、て要は俺側の こっち側の人たちに向けるかっていう使い方が違うのわ分かる。これに返信するのは俺のフォロワーさんとか俺に対してやる場合。要は炎上するのはこの返信機能。で、コメント付きっていうのは自己責任で自分のリスナーさんに対して広げんの。自分がコメント載せて。OK? で、今度は、まあいいねは分かるよね。これとかこの写真は プロのカメラマンに撮影していただきましたっていうのに対して11個コメントが来てるんだけど11個来てんのね1個「笑えるやんな」で「笑えるやんな」に対して「撮影めちゃめちゃ恥ずかしかったです」「でも決まってますぜありがとうございます」で「これとは別の会話で俺に対してけん面が「めちゃめちゃかっけーって言ってくれたの。で「めちゃめちゃかっけーに対して「プロはやばいよね」 で、やばいね。婦人部が行列できるって会話がついてるでしょ。で、さゆきちゃんが素敵ですよって言ってくれてる。とか、いろんな人が分岐してるの分かる。こう、つながってるのはつながってるよっていう。で、失礼かもしれませんが、和道さん生活保護抜けられたんですかって、これもう全く関係ないよね。この写真に対して。分かる。だから、こういうのは、もう、なんつうの。冷やかしに来てるの分かるでしょ。ゲスナーっていうのは。この写真に対するレスをするべきじゃないの。 この人はこの写真にレスをするべきじゃなくて、返信機能をダイレクトに使うべきなの。うん。抜けましたよ。素晴らしいって、これ、だから普通はスルーされるんだよ。今にも動き出しそうって。フォロー外しました。最後のコメントです。お疲れ様です。これも関係ないよね。このツイッターと内容関係ないから、この人の使い方間違えてる綺うん。綺麗に撮れてますね。と、わたあめさん。で、ここ注目なんだけど、 10件、えっ、ー、と、11件コメントある中で、この人を分岐してるの分かるこれ、俺が1書いてるけど、2になってるから、これが誰に書いてるかっていう話なの。そうすると、まー、あ、ちゃんが笑えるやんなーって言ったのに、撮影めちゃめちゃ恥ずかしかったですっていうのに、ほら、こんなのとかって言って別の分岐が出てくるでしょ。俺がこんなのも撮りましたよっていう別の分岐を出してんの。分かる なかなかいい感じですやんで別の隠れてる会話が見れんの。だからこういう風に楽しめんの。誰と会話してんの見ようかなって。これはだから一般のツイッターに公開されてないでしょ。だからあの誰にどの会話でどうしてるのかっていうのをやるんだよ。ツイッターっていうのは。オッケー。で今度ハッシュタグの概念以降か ハッシュタグっていうのはこれ和道、文帳っていうのをクリックしてみようか。ハッシュタグ文帳。これは、文帳についてのツイートがどんどんまとめられてんの。だから、文帳好きの人に向けてんの。ほら。文帳いっぱいあるでしょ。わかるだから、これは、ハッシュタグっていうのは、 特定のグループを検索して,てるフォローしてるかしてないかじゃなくて文鳥って検索した人にでもこの写だから文鳥好きの人がこの写真見てもまあ意味わかんないと思うけどそうだから俺には通じないのハッシュタグっていう機能はだんだん分かってきただからそれはあの何つうの 世界中にいる文章って検索する人とか和ドって検索する人に向けてやってますよっていうこと。うん、えっ、ー、とあとなんだろうな。だからまあイラスト描いてくれる人はいつも言ってるんだけどこのイラストに俺とのりこを描いてくれたらこの写真のところにこの写真のところに。この写真のところに えとのりことか和堂とか解放とかまとめて写真につけてくれると全員に通知がいく録画残してもいいよどうしてあなんか来てるね通知がで眞子、ま、さんがツイートいいねしたのわかるだから「ちくちくキノコたん」にも通知がいってるはずリスナーさんがイラスト描いてくれたんって言ったのに対してえっ、ー、と眞子、ま、さんが「いいね」してるとかわかるでしょ エゴサーはね見つけるかどうかっていうのは俺がエゴサーをしないとダメなのだから知らせる機能がついてないこれから仕事か OKOK わかるだから俺が気が向いエゴサーチする人間なのかエゴサーチしない人間なのかによって変わるのでキノコタンの方に今ツイッターでマコさんが「いいね」を押してくれてるじゃんだから会話が進むと楽しいよっていうのはそういうことなの そうでほら今来たえっ、ー、と「パチパチパチ」ってマコさんが書いてくれてるこれどういう会話かっていうとシャカとペコの擬人化っていうのをさっきはマコさんに届かなかったのなんでかっていうとマコ、ま、さんは「ちくちくきのこたん」をフォローしてないからわかるえっ、ー、とね「チクチクキノコたん」はだってん分かってきたでしょ こっちの方には返信とか来ないでしょなんでかっていうと自分のフォロワー2人に対してだから自分のフォロワー2人に対して20人に対して送ってるから20人の中だけにしかここ届いてないでもこっちの場合は俺にハッシュタグつけてくれて俺がリツイートをしたことによって俺の1300人の方に届いただからまこさんに届いたってことなのでまこさんがねパチパチパチって でこれは俺とキノコタンに言ってるよってほら勝手についてるでしょでここに返信をしようかここに返信をするとマコ、ま、さんと俺とキノコタンの会話が始まるからマコマコさんえコ、ーま、さんもいつもイラスト書いて くれてありがとねとね楽しいでしょでこれで返信するとどうなるかっていうとえっ、ー、とこのツイえっ、ー、とこういう会話になるきのこたんのツイートに対してまこさんと和道の会話。 で、ここにいいねをしたりとかど。どん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 広がっていくの、こうやって。うん。そうそうそう。OK? まあ、この辺を押さえときは問題ないかな。うん。でもう一件来てるな。だから、フォロワーなんで増えないんだろうっていうのは簡単なの。要は、自分のフォロワーだけにつぶやいてるわけだから、増えるわけがないの。<laughs> 言ってる意味わかる なんで私ツイートいっぱいしてるんですけどなんで増えないんですかって増えるわけないじゃん。20人に向かってずっとつぶやいてるだけなんだから <laughs>。だから、その、なんていうのかな。うーんと。 こういう風に、俺のイラスト描いてくれたら、俺のタグつけて、俺に知らせて、俺がリツイートしてあげて、みんなこんなの、え、どう思うって、みんな描いてくれたよって言ったら、うまいとか下手とか、これいいじゃんとか、どんどんやるじゃん。だから、まこさんは俺のイラスト描いた時、タグ付けして、俺に知らせてくれてるから、俺がリツイートしてんの。そう。っていうような感じで、あ、そうすると、あ、まこさん。だからみんな知ってるわけじゃん。俺のリスナーさんは、まこさんのイラスト面白いよねっていう風になったわけじゃん。これがやり方。 で、いいねボタン押してねっていうだけじゃなくて、米あ,ありがとうございます。花火ありがとう。あとなんだろうな、特殊な使い方。うーん。最近やってるモーメント見てみようか。実は、意外と知られてない機能の中に、えっと、モーメントっていうのがあります。で、俺はモーメント4つ作ってるんですよ。これ、クリックしたことないでしょ、みんな。これクリックすると、何をやってるかっていうと、 ダンカン塾、えー、配信者はどうまとめ捨て頃配信者まとめってこの3つあるんだよ。でダンカン塾っていうのはこれまとめサイトみたいな感じで俺のダンカンさんのやつとかある北郷さんとかこういろんな人のまとめが作れるの。か勝間和代さん人生最大のなんとかまとめとかこれが「モーメント」っていう機能。 みんなで編集し合ってガンガンそういろんなツイートを集めてスレッドにするっていう機能ね。うん、あとなんだろうなみんながツイッターでわからないことあるどういうふうにしたらフォロワーが増えるとか、どういうふうにやったらどうなるのかとか知りたいことあとあれば。モーメントが全然わからない。えっ、ー、と、えっ、ー、とね、簡単に言うと、例えばなんだけど、 さっきのやりとりっていうのは参加型だったじゃん。参加型。わかるこ,こうやってガンガン参加していく。で、仲間が増えていくっていう感じのやり方だったんだけど、モーメントっていうのはフォローしてない人たちのまとめを作ることができるの。要は、ツイッターには、世界中にあるツイッターの中で、段階塾っていう風な、 コメントに対していいなって思ったものを追加していくのみんながこれ外そうとかこれ追加しようっつって段冠塾のウィキペディアみたいなものをみんなで作ってみんなで見るっていうのがモーメントっていう機能、ま、ネイバーまとめってあるでしょあんな感じ要は世界中にある Twitter の中の情報をガンガン入れたり出したりしていい,い,いまとめそしたら全く知らない人が段ン,ン塾って検索するとあモーメントあるってやると 横にスライドしていくだけで見れるのあ弾男色ってこんな感じなんだっていうそうそうまとめサイトみたいな感じこれも面白いこれはねちょっと上級者向けなんだけど非常に面白いうん,うんあとなんだろうなあとはうーんうーん 何があるかなあとなんか個人的に聞きたいことがあったら全然話していくよこっからはまあ基礎終わったから普通にやろうか。なんかこういう風にツイッター使いたいんだけどどうしたらいい例えばその企業案件とか、会社のツイッター持ってるんだけど、これをどうやってフォロワー増やしたらいいですかとか、どういう人に向けたいとか、いろいろやり方があるのね。だからここはコツでいいんじゃないの フォロワー増やしたいのかえっ、ー、とだから普通の人が見たら意味が分かんないはずなんだよねフォロワーゼロ誰もフォローしてないのになんでフォロワー増えてるのっていう風になるじゃんそう普通はフォローバックしか知らないはずなのフォローしてフォローバックしてくださいっていうのしか知らないでしょだからそれは俺反対派なんだよ フォローしてなくてもフォロワーはちゃんと伸びるんだよっていうやり方があるいや面白い記事を書いてるかどうか面白いツイートをしてるかどうか難しいよねなんかある使い方気になるところ 今、マコさんから返信が来たね。シャカトペコの擬人化マコさんがパチパチ。マコさん、いつもイラスト描いてくれてありがとね。破風つって。<laughs> じゃあ、この破風をリツイートします。<laughs> っていうこともできんの。<laughs> でも、もま、全く今のは遊びなんだけど、<laughs> なんだこれっていう状態なんだけど、<laughs> これどうなるかっていうと、 えっと、俺のツイートに、まこさんがいきなり、ハフーンって書いてる。わけわかんないでしょ。こういう遊びができるようになるの。で、このハフーンなんだろうってクリックすると、こういう会話が出てくるって。こういう感じ。だからこれ単体でリツイートとかもできるんだよ。これはもうただ晒したんだけど、こういうこともできるよっていうね。まあ面白いでしょ。で、何ーンってって思わないこの会話を知らない人は。だからこれクリックしたら会話が続くの。 あ、こういう流れでハフーンねってそううんツイッター楽しいよすごく、うん、分かんないよね俺のリスナーさんいきなりマコさんのハフーンなんで広めたのってなるよねありがとねアイテムそう,そう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 こうやって楽しむとツイッターが今度あ じゃあ例えば「ちくちくきのこたん」のイラストかわいいから私他のイラストを見てみたいって言ってフォローが入るきのこたんに対してフォローするあいつもコメント打ってる誰々さんだ私フォローしようとか要は和同リスナー仲間だよで例えば和同リスナー仲間を増やしたいっていうフォロワーのゲットの仕方があるわけじゃないですかわかる要はうんと今の会話を見てても 自分が和動リスナーかかかどうわかかないだからここのプロフィールページのところに「私は和倒リスナーですよ」とか「配信が好きですよ」って書いておくのそうすると「いいね」ボタンを押した時にこれ誰だろうとかなるわけじゃん例えばさこの会話を見た時にさこうやって名前が出てくるわけじゃんで「あ解放ああ解放の Twitter だ」ってなるじゃんこれ ほら、ネイルとかやってますよ。配信やってますよ。あ、これ、解放の本はかだとか。あ、この人、うつ病の、糖尿病なんだとか。<laughs> そうそうそう。で、あ、この人フォローしようとか。よかったらフォローしてください。あ、フォローいいんだとか。うん。あ、ニコ生キャス、FC2 とか書いてあるから、この人リスナーさんだとか。こうやって仲良くなっていくの。フォローし合ったりとか、相互フォローだから。 あ、私もフォローは増やしたいから相互フォローしてませんがこの人生主って書いてあるよねだからお品っていうアットマーク何々っていうのは結局そういうことよあこの人のコメントいいなと思ったらこっから参入していくの割り込んでいくのこれがついた要はさゆきちゃんの素敵ですに対してさゆきちゃんの方が素敵だよとかさゆきちゃんも可愛いいよって乱入していくるのこうやって楽しんでいく面白いよ でえっ、ー、と自分のフォローしてくれてる人たちに対してこう「和道っていうの頑張ってるよ」って「これ面白いよ」ってこの画像これコメントつけてもいいよね。「和道くんって俺がよく放送見てんだけどこの子こういう人だよ」って宣伝してくれたりとか。うん、まあおさらいツーがまあ Twitter 昔からやってる人は知ってるけど最近そネット始めました配信見て Twitter アカウント作りましたっていう人いるからちょっとおさらいした方がいいかなと思って。 まあもし僕に対して絵を描いてくれた人はぜひぜひ僕のタグ付けっていうのを覚えておいてくださいそしたら僕に連絡が来るんで面白かったあ良よかった、まあ、この辺にしますかまああとねなんかフォロワー増やしたいなの何なのっていうのはあの個人的にあったらあのみんなにシェアするんでねうんと例えばなんだけど このさ、ダンカン塾ってさ、いいねボタン42ってなんでついたかっていうと、ある北郷さんのタグ付けをしてんの。で、ダンカンさんはツイートやってないからタグ付けできなかったんだけど、ハッシュタグでダンカンって入れたの。つまり、ツイッターとかでダンカンって検索した人に対して、ダンカンさんとツーショット撮ったよって教えてんのよ。っていうやり方をしてるから、俺のフォロワーさんだけじゃなくて、いろんな人に こういいね押されてんのだからけし軍団のファンの人に「いいね」ボタンを押されてんのえっ、ー、とね見てみようかこの「いいね42件誰がいいねしてんだろう」ってやるとこういう風に一覧出てくるから「ニコイズムさんワイヤーデさん」とかこうやって出てくるのあこの人解放だとか見たことあるとかほらキャスバーのへそって岡山のさ キャスバーの人もああいいねつながってるんだとかあたくみさんだとかこういう風に楽しむあなおたくさんもいいね押してるじゃんって見れる見れるあのんちゃんだってこれのりこのアカウントでしょのりコピーはこういう風につながっていくののんちゃんフォローしていいとか編集送ったりとかそうするとどん,どん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 交流ができていくの フォローしたりフォローしてあったりフォロー外したりコメント書いたりいいねをしたりリツイートしたりだから見てるだけも面白いけど参加した方がツイッターは楽しめるだから会話会話をバンバン返信でバンバン会話でレスポンスすると面白いよってでリツイートした人誰なのかってここクリックするとニコイズムさんがリツイートしたこの人イラストかあの配信者のイラスト描いてる人なんだプロのイラストレーターなんだけど この人すごいよ。ニコイズムさんの絵綺麗だよ。俺も一枚描いてもらったニコ。ニコイズムさん。この人はもう配信者でもあるけど、本業はイラストレーター。まあ、ニコイズムさんのね、あの、ツイートは今ね、勝手にさらすとあれだから配信に。まあ、もしよかったらツイッターであの見に行ってくださいあの。素晴らしいイラストレーターなんでね、うん。最近気軽にフォローできなくなってきた。 なんでなんでトラブルがあるの、うんのあっていうかニコイズムさん今見てんのか見てねえかな <laughs> なんかいい,い,いね誰か押してるな。うん、<laughs> この人すげえな <laughs>。この人すげえな, <laughs> な。なんだろう 2011年から4044ツイート打ってんの。4000回呟いてんのにフォロワー1ってすごいな。<laughs> だから、典型的にツイッターの使い方絶望的にこの人多分間違ってんじゃん。赤、赤ん藤さんは2011年の6月から4 4 4000ツイートをひたすらやってて。 使い方間違ってるから <laughs>、フォロワーが1しかないけど <laughs>、ずーっとなんかツイートしてるね <laughs>。こういう、これがだから誰をフォローしてんのかって、ちょっと面白いよね <laughs>。だからこれはもう、この人は多分今、この放送を見てくれてる誰かなんだろうけど <laughs>、多分勉強になったんだろうね <laughs>、うん。なるほど、俺は2011年から何をやってたんだっていうね <laughs>、うん。いや、ちょっと面白かったね。アカンさん。逆にすごいよね。 何年、ね、?2011 年 ?7 年間で4000回呟いてフォロー1個しかされてない。わ <laughs> かんない。なんでこんなことになるのかわかんないけど、逆に気になるよね。えっ、ー、と、簡単に言うと、ツイッターのフォロワーが伸びたい人手上げで、じゃ私、フォローを増やしたいっていう人手上げ。 私フォロワー増やしたいっていう人手挙げてくださいちょっと興味あるかもって友達いっぱい欲しいっていう人フォロー伸ばしたくない人もいるの,のふ増やしたい人いるねオッケー。えーとじゃあえーと和道の仲間でみんなでフォローし合ったりする <laughs> 要はアキエさんとボロンジさんとスロッターなるさんの3人がフォローし合うようにやってみようかじゃあ 和道リスナーでこういうツイートをします僕は今からこれは簡単なのいくよえー、和道リスナーで和道和動リスナーでえー、フォロワーは増やしたい人はえー 相互フォロー相互フォローしようぜって書くじゃん。でえー、とこのツイッターにこのツイッターに返信返信で の,のって書いてとこれだわかるかな、えー、フォロワーフォロワー増やしたい人はこのツイッターに乗って返信で書いてで、えー、その人を、えー、フォローしあって くださいとオッケーツイートするよツイートしましたいやボケなくていいんだよ普通にみんな会話してるから、えー、このツイート見てください皆さんえー、っとこのツイート見てみましょう「えー、和同リスナーでフォロワー増やしたい人は相互フォローしようぜ」「フォロワー増やしたい人はこのツイッターに返信で「の」って書いてって でその人をフォローし合ってくださいはい参加ここの返信ボタンで「の」って書いてここに「の」って手挙げてまずはフォロワー増やしたいなと思ってる人はここにここに返信ボタンを押して「の」って書いてまずは「の」を書くところからみんなで「の」を書いて「の」を書いてください「の」って書いて。 そのツイートの、そこのツイートに対しての、うん。どんどん書いてみんな。フォロワー増やしたい人ね。話道リスナー同士でつながりたいフォロワー。うん。<laughs> じゃだから <laughs>、こいつバカだな本当に。のしっていうのはさよならって意味だからね。<laughs> ビオフェルミンさんね、ネットスラングを使うのいいけど、のしっていうのは、あの、あまあいいか。 どちらかっていうとさよならって意味だから使い方間違えてる。まあまあ、の、の、のしでも合ってるんだけど手上げてるシュっていうこの動きの部分だから。でもどちらかっていうとバーイみたいな意味だから。OK? で、えっ、ー、と Twitter で今来てるわけですよ。のって書いた人。OK? じゃあ見てみようか。で、そうするとどうなるのかっていうとこうなります。みんながやるのは、えー、この作業です。 これ,をこれをこのツイートに「の」って書いた人はここに「の」って書いてある人いっぱいいるでしょこれこの人たちをフォローし合ってお互いそうするとみんながフォロワーゆっくり増えていくからわかる言ってる意味わかるエビオフェルミンさんボロンジさんスロッターナルさんたくみさんがお互いにフォローし合えばいいのそしたらフォロワー増えていくでしょ 交流の仕方はこんな感じ。で、今、えっ、ー、と、いいね。知とはしてくれてるけど、のって書いてないことは、フォローは別にいいよっていう意味の。ただ、この企画自体はいいねってことだから。この、たくみさんと、スロッターなるさんと、ボロンジさんと、えっ、ー、と、ベオフィルミンさんが、お互いにフォローし合ってください。こう例えば、スロッターなるさん、こうクリックすると、うん。あのー、この人のページが見れるから。 あこの人配信者なんだってわかるでしょスロッター配信者なんだってこういうふうにやっていってくださいそしたらフォロワー4増えるね3かお互い3ずつ増えるってそうのんちゃんもかよ <laughs> なんかのり子も増やしたいらしい <laughs> のっつって <laughs> のり子も増やしたかったらしいね <laughs>、うん で、そうすると、あ、のんちゃんフォローしたいっていう人が出てくるでしょうん。そう。そしたら、あ、のんちゃんだ、のんちゃんもツイッターあるんだ。これ、のんちゃんのツイッターだから。うん、な、何かフォローしたい人は、のんちゃん。のんちゃん後ろで起きてたんだね。うん、見てるねとか、後ろにいるんだよ。うん。o こういうい風にやっていくのがツイッターののが交流の力だ,だから簡単に言うと,、えー、とどん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 ツイートするべきだし俺とかのツイートに返信していくと要は会話形式のスレッドになるからそもそもコメント返し面白いなとか、えー、とボロンジさんがアンチコメントいつも面白いねとかこのマコさんはイラストいいねってだんだん広まっていくでしょ。 そしたら、あ、じゃあ、まこさんフォローしようとか、あ、そうそうフォローしようとか、ボロンジー、ちょっとスパイス効いてるコメント好きだからフォローしようってグループができてくの。こう、お互いフォローし合ったりとか。で、今度、お互いのやつをリツイートしてコメント書いたりとか、こっち側で交流始まる、こっち側で始まるっていうと、動きが出てくるでしょ。俺だけじゃなくて、自分たちの生活同士での発展になっていくじゃん。で、これがシェアとか繋がるっていう概念。 つまり見てるだけだったらフォロワー増えるはずないよっていいねボタンを押してたらフォロワー増えるはずないよっていうのはこういうこと要はガンガン参加してフォロワー増えたり自分が聞いた人フォローしたりとかお互いやり合うのだから積極的にウェブの中でも動くとどん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 ,どん面白くなっていくの、うん、でえっ、ー、とまあリツイートされやすいツイ,ツイートとかっていうような特徴があって写真を載せること絵を載せること 文字だけで拡散はされづらいの写真と、えー、イラストを書くとか要はあのスマホでパシャって撮ってでこの絵どう思うとか言うのこの絵の感想をみんな書いてとか、うん、そう要はどん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 ツイートで遊ぶって感じ、うん、だからご飯だけ撮るんじゃなくてご飯食べてる変顔とかそう,そうそうそう で、それで、要はバカが、ツイッター増えるのが味しめて、バカったっていうのになったらダメよ。冷蔵庫の中に入るとか、おでんツンツンとか。要は、拡散されるの分かってるから、わざとやってんの、あいつら。それはマナー違反。コミュ力必要だよ。いいのよ。つまんないのもキャラクターだから。つまんないのもキャラクターなの。つまんない人が好きなのもネタだから。だから参加しなかったら何も起こんないの。 つまんねえなーって。だから、解放のおはにゃーございますだよ。<laughs> 解放はすごくて、全部のツイートにいいねボタンを押すだけで解放はサンクスって書くの。<laughs> ウケるだろう。解放って、どんなリスナーさんにもピッて、いいねって押すだけで、わざわざ来んの。サンクスって。しかも公開で。<laughs> うざいでしょ。うざいけど、流行ってるの、それが。解放うぜえなーって、いいねボタン押しづれえわ、みたいな。 海保何かいいね押してごらん開放からサンクスサンクスサンクスってずっとくんの開放海放のツイッター適当に5個ぐらい押してごらん開放からずっとサンクスサンクスサンクスってくるから <laughs> ちょっとやみつきになるよそう必ず例がくるだから開放は間違ったツイッターの使い方してるんだけど逆に面白いのそれがそういやめちゃめちゃ最後い,いやだからボットじゃないもうずーっと手書きでサンクスサンクスって だから、5万サンクスが、だから、この前さ、浮き輪のやつツイートしたらさ、俺がリツイートしたから、みんながいいね、おっしゃらしくて、本人テンパってたもん。50人もサンクスかけない和道さん、どうしようっつって。まず、そのサンクスが間違ってるんだって言うだじゃあ、解放の見てみようか。ちょっと待ってね。解放。で、解放の、じゃあ、ツイッター見てみましょう。えーっと <laughs>、狂ってるから <laughs>。 フレイジーさを見せてやろう,もう俺はずっと指摘しないで泳がせてたの。面白いから。えーっと、解放。解放どっかあるかな。解放のツイッター。えーっと、で、ちなみに解放のサムネとこれは俺が作ったの。こっち面白いからっつって。解放のこのサムネは俺が作ったんだけどいいだろ。で、これね、普通のツイートじゃなくてこれを見んの。要は返信見てみようか。解放の。そうすると、 ツイートと返信見るとほら「サンクスサンクスフォローサンクスいいね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 サンクスってもういろんな人いいねサンクスひたすらやってるだろ ウケるだろうこれ手書きでずっとやってんのフォローサンクスいや、俺ずっと、えス,スペルはわざとうん。いや、だから、これはね、ずっとね、使い方間違ってるけど、泳がせようと思って、ほら、いいねさん、もう日課なのいいねサンクス、いいねサンクス。これは普通の会話だね。ちょうど良い気候だったよ。誰と会話してんだろうってなったら、うんと、この人と会話してる。 解放に新舞子の打ち上げ2点のオリゴ糖部長さんに対してちょうどいい気候だったよとこれ分かるでしょでこの人に「いいね」押すのっていう楽しみ方がある戻ろうか「いいね」サンクスいいねこうやって楽しむの「美味しかったよ」誰に言ってんだろうねえっ、ー、と「シューサヤパパさんと会話してる」とかこういうふうに楽しむのこ,このツイートに対してシューサヤパパさんが「美味しそうだね」 買い方が美味しかったよってこれを楽しむのこうやってでいいねサンクスいいねサンクスいいねサンクスクレイジーだねフォローサンクスいいねサンクス <laughs> <laughs> どんだけサンクスなんだよこっち <laughs> あ面白いなサンクスそのどうぞ大手になる気がないよね 過疎だから、これできるけど、大手になる気全くないよ、ね。いやー、面白いね。そうそう、ずーっとこういうことやってたら。彼をいらっしゃい。<laughs> おはにゃございます。<laughs> 狂ってるわ、こいつ漂う病気感いや、面白いねー。いや、これは俺、俺らだけの静かな楽しみだ。<laughs> だから、解放が来たら、みんなで、いいね、サンクスって書こうよ。<laughs> おはにゃーございますに対して <laughs>。おはにゃーございますに対して、みんなで、バーって、いいね、サンクス、いいね、サンクスってやろうよ。<laughs> いや、俺、カレー王のね、おはにゃーございますのね、パクったの、俺、すげえ好きなんだよ。いた。<laughs> はいみんな書いて。海保がコメント打ったら、おはにゃーございますかいいねサンクスって書くんだよ。そう。SUX。じゃあ海保だからやめた方がいいかなーってなっちゃうから俺は泳がせてたんだよ。うん。もう、これ1年ぐらいやってんの実は。海保は <laughs>、俺は今日まで温めてたんだよ。1年前からずーっといいねサンクスってやってやめたらダメでしょ。ネタになったってことはお前の1年間の、やっと笑いが生まれたんだから。 続けないとダメだよ。うん。面白いよな。面白いでしょ解放も。勉強になるでしょうん。そう。おはにはございますそう。うん、和道リスナーは全員朝起きたら解放に「おはにゃございます」から入るっていうのを習慣化するとかね。全員で。1300人のリスナーが解放に「おはにゃございます」とか逆に解放に毎日いいねボタンを押すとかね。 解放の負担を増やすみたいな。誰か送って、解放のツイッターにいいね押してごらんいいねサンクスって返ってくるから。うん。面白いよなツイートよりお礼が多い。ああ、そうかも。ちょっと見てみようか。確かに、自分のツイッターよりもいいねサンクスの方が多くなるよなこれ。言われてみたら確かに見てみようか。どうなってるんだろう あ数字は分かんないか多分ねうん5,000ツイートの中でほとんどが「いいねサンクス」だと思うよ <laughs> うほとんど「いいねサンクス」だと思うわうこの分量からすると面白いなう確かに3,000「いいねサンクス」か4,000「いいねサンクス」はあるはずだね まあとにかく絡みまくるっていう覚え方を覚えといた方がいいね絡み方をじわるでしょうで2は捨て赤と本赤を持ってる要はえっ、ー、とバレたくない要はリスナー用のツイッター赤を持ったりとか要は会社用のアカウントを持ったりとか使い分けるのが普通かな なんでかっていうと、社長さんとかも、もいるわけじゃん。プライベートなツイートと、えっ、ー、と、分けてるみんな。うん。それはまあ、ネットの特定があるからだよね。俺はもう自分の住所ここにバーンって晒してるからね。かっこいいだろ。ツイッターの住所のところに本住所載せてんのかっこよくない <laughs> こんな配信者いないだろ。もうね、俺諦めたの。要は、隠すから特定したくなるわけ。 要は「あいつの住所俺知ってるよ」ってタヌキとかに書かれるの頭に来るじゃんだからもう書いてんの俺 <laughs> Twitter のアドレスに俺の本住所書いてんのなかなかないでしょでもね面白いんだけど堂々とやったらねみんなプレゼント送ってくれるから面白いようん佐野は店じゃん本住所の方じゃないじゃん住んでるところじゃないじゃんだからリスナーさんと堂々とフラットに付き合っていくよっていう宣言なの俺は 隠し事ないよーって、まあ、楽しいよやっぱりこういうのは風船ありがとう <laughs> ツイだからえっとねあともう一つ手があるえっ、ー、とね集合写真をよく撮る要は俺とのんちゃんでパシャって撮るでしょでツイートするでしょ そのの時にタグ付けけをを俺とのりこをつけるのそうするとのり子の方のリスナーさんにも広まる俺の方にも広まる例えばだから配信者ってよく集合写真こうやって撮ってない「ひかるくん俺どれさん」とかよくやるでしょあれはどういうことかっていうと俺のファンとどれさんのファンとひかるくんのファンが集まるっていうツイッターになるからいいねが増えやすいのだからツイッターいいね押される人って「便所太郎さん」とか「 よくツーショットしてやたら取るのがフォロワー増えるのが上手い人。分かった。だから大手ってバカでなるわけじゃないの。そう。うまくやってるの。そう。向こうのお客さんとかリスナーさんとかうまくこう循環させる。だから戦略的にやってるんだよ。あれは。輪を広げていくっていう。クラスターっていう理論なんだけど。 まあまああのー、ぜひねせっかくインターネットを皆さんやってるんでねリスナーのスキルも上がるんでだからプロリスっていう人は配信者よりもフォ,フォロー多い人っているんだよもうまとめサイト例えば俺がおすすめするツイッターの職人さんねえー、っとちょっと待ってね俺のおすすめの人書こうかうんはいりょんたんいらっしゃいヤッホーじゃあ今おすすめ いるんで一人あのやりましょうちょっと待ってねえー、っといくよじゃあ今ロックオンするからちょっと待ってねえー、っとこの人がおすすめですいきます最近始めた人なんだけどあーやっぱフォロワー伸びてるこの人超おすすめふわっち監視委員会さんこの人 この人は、えー、とリスナーさんなんだけどふわっちのまとめ今日何があったよっていうのを毎日書いてくれます。ゆかちこんなことあった関慎吾こんなことあったあいいでしょ日記を書いてんの毎日配信者でこういうこと書いてるよ妻にあんこんなこと分け隔てなくいいでしょこれふわっちいいでしょこの人を例えばねうなちゃんマンこんなことあったよ これをチェックしておくと配信見なくてもその日の流れがわかるの。どれさんこんなこと言ってた。えー、よっさんがこんなこと言ってた。ネ、ね、ルさんがこんなこと言ってた。とか、ランハゲさんが東京来たよ。とか。いいでしょ、この人。SY、ゆかチ、ケンさん、ランハゲさん。要は、この放送今面白いよっていうチェックできる。この人いいでしょで、じゃあこの人を広めるにはどうしたらいいのかっていうのを俺が実際にやります。 この人のフォロワーさん増やすね、今。ヒカルくんとかね。これ便利なんだよ。うなちゃんまん。ちょっと、俺のツイートねえじゃねえかよ、ふわっち監視員おいおいおい、どうなってんだよ。全然俺のツイートしてくれて,くれてないじゃん。ふわっち監視員どうなってんだよ。俺のツイートなくない省かれてんのかな全くないじゃん。あった。 <laughs> 頼みますよふわっち監視員さんでこの人を広めるにはこうしますえっ、ー、とねまずここをコピーします、うん、いくよこの人広めようかこうやってやってでツイート、えー、ふわっちふわっちリスナーさんは えー、この人のツイッターをフォローするのおすすめだよっておすすめだよってえー、っとでこうやってやりますこうするとこうすると どうなるのか見てみましょう。テストだよ。こうやってやるの。ツイートするよ。そうすると何が起こるのかっていうと、俺のツイートを見てみましょう。俺のツイートを見ると、これ。フわッチ監視員さん。これをクリックするだけで、便利でしょほら、この人をフォローすればいいだけ。これフォローする。じゃみんなフォローするといいよ。 これ便利だなと思ったらこういうふうにやっていくのふわっち監視員さんふわっちリスナーさんこの人フォローするのおすすめだよってフォローするという今便利だなと思った人はこれさえ見逃すなか探してるでしょ探す必要ないようにしたの今うこういうふうにツイッターで遊んでいくのオッ、うん、OK そうそうそうこうやって遊ぶのよ、うん。こうやって輪を広げていくの。これが Web 遊びよ。ウェブ遊びで今ね今いいことやってくれた。えっ、ー、といつもコメント書いてくれてる人がこれれをリツイートしてくれた要は自分の70人に対してもこれ広めなきゃって言ってリツイートしてくれた。 で、いいねボタンも多分押してくれたので、ね。こういう風に広めていくの。あ、和道と同じ気持ちだわって、私のリ、私のこの70人にも知らせなきゃっていうことで、どんどんこうやって広まっていくの。だいいツイッターはリツイートする。いいねボタンを押すっていうのが、自分にとってもいいし、要は自分が面白いこと書けないっていう人はリツイートだけのでも面白くできるのよ。面白いものを探してリツイートするだけでも面白いの。これが、あの、ツイッターの楽しみ方。 そうするとこの人のツイッターってリツイート面白いのばっかりあるねっていうことでフォロワーが増えるのだからリツイート積極的にやった方がいいっていうのは俺のためでもあるけど実はフォロワー増やしたい人のためでもあるだからツイッターアカウントを作った方が面白いよリスナーさんでもたまに私ねあのツイッター見るんですけど持ってないんですっていう人いるじゃんだから配信用の絶対住所が特定されなかったりとか なんか、あるじゃん、ステアか。あ、してきたフォロー。うん。だから、あの広めることも実はいいの。ほら、今ね、たくみさんはこうやってやった。たくみさんは、リツイートじゃなくて、おすすめですって書いたの。ほら。わかるこうすると、たくみさん個人の Twitter になるの。で、これを俺がいいねするとか。こういう風に遊ぶの。わかるこういう遊び方。匠さんも覚えたんで今。 Okay、であとはまあうざいのが嫌な人はブロックすればいいブロックをしたらもう見れなくなるから相手がうんだからあのこう鍵あにして公開にしてブロックしまくればいいんだようざいのが嫌な人はブロックでーすって言ってせっかくの出会いだからねだからあれだよ学生起業家なんかさツイッターだけで商売やってる人とかいるんだよ フォロワーが10万人100万人いる学生とかがいてうまくやってるよ今からクラブでやるけどって言ったら集まってくるの人が、うん、だから母体がでかくなればでかくなるほどツイートするだけで商売になっちゃうのよ面白いでしょやり方分かっただから上手い人はえっ、ー、とねえっ、ー、と自分の姿見せたくなくても料理だけ風景だけとかで文字と写真でうまくやってる人もいるよ だからいろんな遊び方がある積極的にツイートするっていうところだよな肝になってくるのは積極的にいいね押すコメント書くリツイートする、えー、みんなと交流するっていうそうすると輪が広がっていくでこれが何がいいかっていうとこれを積極的にやるとオフ会とかが楽しくなるのあれ 何々さんでですよねとかで初対面じゃなくなるの。要は例えば俺マコ、ま、さんには会ったことないけどいつか会った時に「マコ、ま、さんいつもイラストありがとね」って「あれどんな気分で描いてたの?」とか会話になるわけよ。そうそうそう。で例えば俺とのんちゃんなんかプライベートでもまたマコさんがイラスト描いてくれたよってやってるからのんちゃんもマコさん知ってるの。だから身近になっていくのよ。 ロムセンだってマコさんがコメント書いてるところ見たことないでしょみんなあの人ロムセンさんだよいやだからマコさんコミュ障じゃんここでマコさんが書いてるの見たことないでしょ今もロムってると思うよだけど俺らはみんなマコさん知ってるわけじゃん、うん、そういう風に別にコミュ障でもコミュニケーションは取れるっていうあああのイラスト描く人だーって だから、えらいこっちゃ、えらいこっちゃを流行らせた人だよね。まこさんって。だってまこさんがえらいこっちゃ、えらいこっちゃっていうのはまって、セリフをイラストに書くようになってから定着したじゃん。のんちゃんイコールえらいこっちゃっていう。で、最近、海宝の絵も描いてるんだよね。うん。まこさんのツイッター、覗いてみようか。イラストめちゃめちゃ描いてるからな。なんか面白いイラストあるかな。 いいいっぱ書いいてるよだから俺実は眞子さんは何年も前から俺のイラスト描いてくれてたこういう風にで「#」ハッシュタグとかがついてなかったから知らなかったのよ「ワドニアンだもんうん」とか書いてくれ毎日書いてくれてたのだいぶ前からだけど俺は眞子さんがこの「アットマーク」とかの概念知らなくてただイラストだけを載せてたのよ だから俺に届かなかったの。数年間。だけど、あれって俺が見つけて、ある日、この人、俺のロム線さんなんだけど、ずっとイラスト描いてくれてるって言って、ありがとうっていうところから始まったの。で、マ、ま、コさんは、あこうやって Twitter って使うんだって分かったのよ。ここに、アットマーク何々とか入れるといいんだって、だんだん覚えていったの。うん。あってなるじゃん。嬉しいってなっただから嬉しかったよ。 で最近はだから解放とかも書いてるこうやって想像図食べまーすとかこれダンカン塾のことだよね多分弾丸ンン塾頑張ってっていう応援でしょうんだからこういう楽しみ方もあるんだでもさせっかく世界につぶやいてるわけだから出会いたいじゃん出会わなかったら意味ないからだからやっぱりタグ付けイラストにはタグ付けするとか重要だようん うん、いいねサンクス <laughs>、うん、でね眞子、ま、さんはねちょっとねこの使い方が間違えてるんだよねこれ眞子、まま、さん個人的に言うとね,とね申し訳ないんだけどこれってたくこれコピペしてるんだと思うんだけどこれって意味なくてえっ、ー、とねこれ これね、盗作になっちゃうんだよ、まこさん。えっ、ー、と、これ、まこさんは好意でやってるんだけど、えっ、ー、とね、どういうことかっていうと、この、たくみさんのを、リツイートボタンを押せばいいの。そうすると、このおすすめですっていうたくみさんのツイートが広まるの。要は、このツイートの権利はたくみさんが持ってるわけ。だから、広めたいときは、リツイート。 で、マ、ま、コさんは多分パソコンとかスマホでこれをバッてコピペしてこうやってやっちゃってんの。たくみさんがおすすめですってやってたよって。でもね、これ盗作になっちゃうんだよ。だから、機能を使った方がいいよ。手間がかかってるし、リツイートボタンを押した方が。そう、ツイパクって呼ばれてて、これ推奨されない行為なの。要は、他人のツイートを自分のツイートのように盗んだっていうことで盗作扱いをされてんの。でも ハッシュタグつけてるからマコ、ま、さんはね多分ねそういう悪気があってやってるわけじゃないのよだからでもこれって何が行われちゃうかっていうとたくみさんの方にも通知がいっちゃうから意味が分かんなくなるのだからねマコ、ま、さんはねこれね普通にツイッター押すといいあリツイート押すといいよか引用リツイートうんだからさっき覚えた概念だよね、うん、ほら全く知らない人がリツイート来た 要はみんながリツイートしたから今全く知らない人が「いいねをおっ」を押したよこうやって広めていくの多分みんながリツイートした中の誰かが押したんだよっていうふうに広まっていくどんどんそう難しいよねどれがマナー違反だっていうのが分からないからそうら引用を押していく時はあの広める時はリツイート 引用する時は引用リツイート返信は返信うんってやってくといいだから多分ねまこさんは好意で広めてるリツイートしてるつもりなんだけどはたから見るとわからない人から見るとなんでこいつ俺のツイッターパクってんだろういつもっていうふうな状態になっちゃってんのそう下手したらブロックされちゃう難しいよ あとはまあなんだろうな普通のサイトを使ってて面白い使い方ってネットをしてるじゃん,うん何があるかな例えばアマゾン例えばアマゾンで買い物をしてるときにうんとあこのライターいいなってなるじゃんそうするとここにツイッターボタンのシェアするって押すと広め今ね多分ねツイッターをいいねで広めたんだけどそうするとこういう風に ほら、広まったはずなんだよね、これ。ほら、このライターなんだって。こういう、その、サイトでもシェアできるようになるから、なってるから、今のウェブサイトって。要は、YouTube も、こういう機能があるから、どんどん使った方がいいよ。このライター欲しいとか、この動画のこの、この動画おすすめだよとか。うん。 いういう使い方ふわっち、うん、にもあるでしょ。例えば、うーん、なんかあるかな。例えば、うーん、俺の放送でしょ、今。これ、俺の放送キャプチャーしてるんだけど、ここにツイートする。で、これ、ツイートしようと思ったらほら、みんなで見ようって。俺の URL 貼られてるわけでしょ。で、ここに、 えー、Twitter の、えー、使い方を、えー、説明してるよって顔、えー、とかこういう,うにあにみんなに広めるとかこういう使い方もあるよね。なんかそう自分のお気に入りの番組 YouTube 生放送とかを広めていくっていういろんな使い方がある。 これを今俺の放送ねほら書かれてるでしょ、まあ、だからねネットはねコツつかむとね楽しさが出てくるんだよねそれまでは結構しんどいかもしれない何年間も虚空に向かってつぶやいてるからただね大体なんだけどフォロワー100人ぐらいになってくると交流が始まってすごく面白くなるよ あの1個をツイートすると必ず「いいね」ボタンされるようになるのかだい100前後うんあとコメントもらったりするようになるのかそういう使い方はありだと思うよね、うん、さてじゃあ僕は疲れたんで。 ツイッター会のネタはいらないか。あー、フォロワー買いうん、俺はあんまりおすすめしない。見え張ってやるんだけど。まあまあ、じゃあ、邪道ね。くっそダサいの教えるわ。えー、っと。俺はもうすげえダサいと思ってるから。えー、っと。要はね、いいねとか全くさ、 いいねとか全く押されないのになんか10万人にフォローされてるとか見えだけのアカウントあるでしょなんでこの人フォロワー多いのみたいな要は俺フォロワーすげえ多いんだよねって言うために買ってるの <laughs> くそダサいでしょだから10万人にフォローされててもそのなんつうのフォロワーだけ多いみたいな Twitter でいくらなのかっていうと うんいいねを買うとかあるのよ。ほら、ツイッターのフォロワー売ってますよ。価格1800円だからとか。インスタグラム。要はもう見えだよね、これは。くそださい。えっ、ー、とね。ツイッターのフォロワー1000人3日以内に1800円ですよ。ツイッターのいいね2000いいねを5000円で売ってますよ。要はプログラムで業者がツイッターアカウント複製してて、1万人のフォロワーとかを1万5000円とかで買えるのよ。 で振り分けっていうのは、その、何て言うんだろう。怪しいから期間をずらしてくださいとか、外人アカウントですとか、本赤っぽいアカウントですとか。要は、やらせだよ、これは。俺は、これはあんまり。ただ、買ってるだけだから。いや、あるよ、昔から。だから、ウェブサイト。だから、あの、おあの、段官職に関しては、200人って、ちゃんと勝負してるのわかるでしょ、俺らが。 ぶっちゃけた話、こんなんさ、制作会社の人がお金出したらってプレゼンできるよ俺。5万フォローとか見張って再生数とかも変えるんだよ。だけどそれをやってないっていうのに好感持たない実際に弾丸塾のコンテンツで勝負するっていう気概が出てこない面白いでしょ正々堂々や,やってるよ俺ら。弾丸塾。こんなんだって業者なんかやりまくってるよ。再生数見てみようか YouTube の。 ほら YouTube の再生回数えっ、ー、と再生回数2000回再生するのに1800円ですよえっ、ー、と5万再生するのに3万4000円ですよ10万再生するのに6万円ですよあるでしょうんだから俺らは本当の視聴者を笑かしに行ってるんだぜあのこういう不正行為やんないで再生全部変えるよいいねボタンバッドボタンも全部変えるよあとコメントも変えるよ だから要はフワッチで一回問題になった水増しなんか誰でもできるよプログラムなんか俺だって友達知り合いプログラムかけるの56人いるから聞いたもんこれ水増しってパッてコード見てあ水増しだよこの人ってあとあ俺もやるのっつって俺はいいわっつってだから簡単にフワッチでトップ取れるよ俺友達の56人頼んだらはっきり言って閲覧500060007000とか数万とかできるよやらないよ もともとその畑でずっと仕事やってたんだもん。あ、だから YouTuber で、ね、なんか急に出てきてこいつおかしくねっていうのはわかるよ。だけど俺は脱税って言ってんの。要は面白くないですって言ってるようなもんじゃん、自分で。面白いコンテンツ作れません。金、見えのためだけに金払ってやってますって。騙しでしょ、要は。うん、こんな、だからネットは嘘つきだって言われちゃうんだだから俺水増ししてないのわかるじゃん。いつも。 これで勝負するんだって自分の腕磨くんだってうんでもだから変えるよ、うんうん、パソコンがガーって稼働してパソコンにクロプログラム書かせたら自動でせ作成もできるんだんでは24時間勝手にパッて起きてみたらあー1万アカウント増えてるわーっつって。 で1万アカウントをこうプログラムポチポチポチって書いてポンって押したらもうバーって稼働するのこ,こいつが再生をするとかこのプログラムがこうなるとかどんどん移動するどこ行くの帰る,帰る車で来てくんないやだどうした買い物行かない閉まっちゅうやだ車やだの やだいや嫌ならいいや、うん OK うん、じゃあいっかいったん一旦帰って帰ってくんのうんい、うん、ってらっしゃいアーティストもいくらいくらかけて宣伝するかでしょう考え方はそれぞれあるよなあのね要はないあのいやまああるってことは要は回収するってことだけど俺は脱税と思ってる本当にすごいアーティストだったら広まるから <laughs> 本当に面白いやつ広まるので、あの、広まるから業者がプッシュするっていう考え方だったら分かるよ。初動だけっていう、最初のきっかけだけでって。でも、例えば橋本環奈の奇跡の一枚って有名じゃん。あれ名もないカメラマンが撮った一枚でしょ。で、橋本環奈大活躍してるじゃん、あれから。奇跡の一枚から。うん。だけど、なんつうの。 本質的に彼女は可愛かったじゃん、うん、でも俺はダサいよやっぱりそのドーピングだと思ってね麻薬と一緒なんでアルコールと一緒なんだよ前借りをしてるわけじゃんやっぱりああこれ偽物だなっていう方が99%多いそういうタレントは伸びないよアーティストも、うん、だって知ってる人からするとなんだこいつってわけじゃんわかる冷めるわけじゃん うわはずこいつっていう逆にダサいわけだからでそのタレント事務所であったりとかネットに詳しい人だったらもう見たら分かるのよやっぱりなんだこいつってなるよ、うん、キムタクの娘がインスタが当日フォロー40万件ね」うん、まあだから夏つの、うん、まあまあまあ騙し騙されの世界なんだろうけど俺はあんま面白くねえなそういうのはな なんかあのうんダセって思っちゃうだしあの結局リスナーさんからこう広告料とかいただくわけじゃん花火とかいただくわけじゃんでも4万払ってこないよ見えは張れるよ意味ある回収できるだからそれって結局プロとしてやるこ心構えじゃないんだよ結局だって赤バンとかも食らうんだよ うんとは思うけどなどうなんだろう、うん、俺は反対派やっぱ面白くてフォローがある人は内容が伴ってるもん確実にでフォロワーのリストを見たらすぐ分かるよ「あこいつ偽物だな」とかさ「あこいつダメだな」って なんか普通に広告を打つんだったらいいんだけどなんかフォロワー買いが何でダサいのかっていうとそれを広告費だって割り切ってるけどフォローをする人を騙してるっていうことには繋がらないのかなって思わないうんや,やらせだよやらせやっぱやらせは良くない、うん それなんで良くないのかっていうと例えばうーん頑張って面白いことやろうって言ってこれから夢見てる子たちで配信で過疎で頑張ってる子たちにお金の力使ってトップにいてクソつまんないやつが上にいたらさこの子にどんな顔して会うんだろうと思うもんやっぱ同業から聞くわけじゃん「いや和藤さんどう思いますあいつ」ってああ水増しだよってなるわけじゃん。 やっぱねあの力つけて苦労した方がいいのよ。過疎は過疎でいいの。だからそのトークを磨こうでいいのよ。本質的だよ。うん。だから地道にやってる人が俺は配信者でも何でも Web での活動してる表現者でも何でもいいけどかっこいいと思うよ。その苦労が味が出るんだ俺昔つらかったよって。うん。こんなだったんだよって。 閲覧ゼロだよって俺にもあるわけだからうんそれを誰々が救ってくれたんだよねって誰々さんとコラボしたら俺はね一番フォロワー増えたの一番最初うなちゃんマンなのうなちゃんマンに連続かけて「初心者なんです」って言ったら「みんなフォローしてやれ」って放送中に言ったらえっ、ー、と何人増えたんだっけな260人増えたのたった鶴の一声で。 うん、可愛がってやれよ。和道って言うんだってよって。和道じゃねえのか。なんだ和道ってよって、シャンマンが言って、その日、えっ、ー、と、フォロワーが倍になったの。で、もう一回あるのは、ヨッサンの家に行った時、ひまわりの人たちが、えっ、ー、とね、それが最高記録。えっ、ー、とね、1200人増えた。たった1日で。これは配信者だったら凄さわかるはずなの。ただ、ヨッサンの家に行くっていう枠だけで、フォローされる数が1200人増えた。 震えた、うん、よっさんの力が分かったその時よっさんが引退して次の日あの会いに行くってわけだったんだけどだからそういうやっぱそ生きた数字とかさ分かるようになってくるうんそうその一番最初にちゃんまんに電話した時だねそうリンク貼ってくれて。 ああこいつ面かわいがってやれよっつって、うんうん、初めて1ヶ月ぐらいだったかなうん あーその頃見てたんだ偉そうに言ってんだよクソハゲとかコメント打ってたんだ <laughs> なるほどえだから懐かしいよねその時の放送見てたわけでしょなんだあらこんなの売れるかってどう思ったバードみたいなこんなの売れんのって思ったでしょだからそれがいい思い出になるわけじゃんゆっくりみんなでこうフォローして俺この時期にフォローしたよ俺この時期から見始めたよっていう歴史があるわけじゃん ねそういうのがやっぱリスナーと一緒にやってくっていう感覚よ。うん。歴史だよね。 うん、一体感が生まれやすいよねやっぱあの頃辛つらかったよなーってリスナーさんも親身になって言ってくれるもん。うんあの同じ経験ずっともう育ててる感覚だからだからあのー、俺ね誰と話したんだけどな誰かがすごいいいこと言ってたあのね売れないバンドマンの空気と2点の配信ってそうあのねライブハウス経営してたか分かるんだけど 女の子が貢ぐ、女の子がお小遣い渡す、女の子が応援する、プロになるまで育てるファンっているのよ。売れない時期が絶対あるわけじゃん。で、ツアーもあるのにバイトも組めないわけよ。だから、お金持ってる女の子とか、風俗の子とかがプッシュすんの、バンド好きな子って。育てるって言うんだけど、ビジュアル系バンドがよくあるんだけど、売れるまでサポートする。だから、そう、セックスで貢ぐ、性奴隷って呼ばれてるのとかもいたりとか、 彼女たち分かってやってるんだよ。それが楽しくてやってんの。売れないバンドマンにご奉仕する係お金渡す係とか、あるの。それにすごい似てるよ。フワッチは。いや、えっ、ー、とね、4年前。4年、もう5年だから、うん、4、5年前だね。うん、4、5年前、長いな。 年か長えな。な佐野なんかねもう10年やってるわけだからもっと歴史があるわけだからね。面白いよな。いや企業でやってもダメだよ。要はねあの 客に対しての誠意がないリスナーさんに対して仲間じゃなくて金引っ張る道具だって思ってるのそういう誠意のない会社はダメ、うん、両方一緒要は経営者が儲かれやいいんだろうの精神でしょ数字が増えれやいいんだろうでしょ人が離れてく長い目で見た時に、うん、そう思いそう思わないじゃあ銀ちゃんに逆に質問するよそれで結果出して笑える 感動する泣くその実情を知ってて。うん、ど,どうすげえってなる。ならないでしょ、うん。結果出ればいいんだよっつって。感動がある。ないでしょ。それはリスナーさんも一緒なの、うん。いや違う違う違う。要は、うん、銀ちゃんが言ってるのは違うよ。要は、じゃあ、車、車で例えるよ。 車で CM 打つのは構わないそうじゃなくて水増しっていうのは車をね、えー、とどっかと提携して癒着して強制的に買い取らせてるので販売台数これだけありますでその裏を銀ちゃんが知ってていやそれはお前あれだろって知り合いの会社に癒着してやってるだけだろって思わない。 実情を知って,て感動があるないでしょやっぱねそ作り手としてこだわりはあるよ、うん、やっぱ脱製ってならない、うん、な,ない、うん、俺はあるけどね、うん、企業と個人は違うことっていうよりも要はお客様に対しての販売台数これですよって言ってるけどそれ違うだろうっていうお前金払って配っただけだろうってなったらそうじゃん。 そそうそう新聞の発行部数だから新聞衰退したんだよまさにそうだよ、うん、発行部数と実売って違うんだよ発行っていうのは書店において印刷した数の売れた数ではないの発行部数ってでもやっぱそういうの知ってると冷めるじゃん、うん、そう実売と発行は違うだから発行数っていうのは10万部売れたら再販っていうのを とかさまあ普通3万とか5万とか今やるんだけど初版の発行まあ3万1万売れたらいいって言われてるからなあそうなんだ、うん、まあまあまあ価値観が違うんだろうな、うん、俺は売れるやいいって思ってないからな、うん、結果主義なんだろうね、うん さ銀ちゃんさ捨て頃に行って捨て頃チケット買って5,000円だったとすんじゃんで隣のお客さんに「誰のファンなんですか?」って言ったら「あ俺金もらってきてんだ」って言ったら怒らない便所さんから「1,000円もらってただで見てんだよ」って「俺桜」って言われたら怒らない <laughs> 気分悪くならない自分は5,000円のチケット払ってて隣の人は「あ便所さんの友達でバイト代もらってんだ」って「で俺ただで見てるだけだから桜だよ」って言われて嫌じゃない でそれと一緒じゃん。ツイッターのフォローって。広告とは別じゃん。だって金払って、買ってて、普通にフォローしてる人を騙してるんだから。それ広告じゃないよっていう感覚よ。やっぱり。だからそれと全く同じ例えだよ。あの、ツイッターのフォロワー買うっていうのは。だからいいねも押さない。歓声も上げない。ただ、金のためにやってるから傍観してるだけじゃん。 プログラムいいね押してっていや押さないお前の動画いいねと思ってないもんえなんでですかってお金払ってってまた言われるだけだよ悪いサイクルじゃないフォロワーがいいっていうか銀ちゃんフォロワー買ってるのもしかしてツイッター見ちゃうよ俺 <laughs> ツイッター見ちゃうよ配信者でしょ行くよ <laughs> やめとく銀ちゃん俺まあ なんか、やけにつっかかってくるじゃない。どうしたのああ、大丈夫だったね。はい、フォロワー10人。よかった、よかった。いや、なんかやけにこだわるからさ。しかも稼働してないじゃん、このツイート <laughs>。このツイート稼働してないじゃん。もったいないよ。遊んだ方がいいよ。 うん、素晴らしかったね不正はしてなかったねうん勝ってないうんうんあま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 あいろいろ考え方あるよそりゃそうだよ 別にやってる人はいっぱいいるから。で、それで結果出してる人もいるわけだから。でもなんか虚しいような気もしなく、俺は虚しくなるからやらないっていうだけだよ。ツイッターはね、えー、っと、ロックされるよ。ツイッターの2000人フォローされるまではアカウントが緩い状態。だから、えー、っと、いいねとか押しまくったりとか、ブロックしまくったりすると、スパムだっていう扱いを受けるから、 えっと、ね、2000人フォローされてやっと一般アカウントされ一般のアカウントを状態にされるっていう感じそうツイートをいくら打ってもいいんだけどあの危ないよ大花火ありがとうロックされるされる数合わせもありがとう大花火ありがとうございます相手アイテムありがとねうん 面白かったらね皆さんお気持ちチップいただけると延長代に助かりますのでよろしくお願いしますなんかさこううんだよだけどあの何、ー、て言うのかな実力が伴ってなくて数字だけ買ってもやっぱり虚しいでしょうん それよりも、解放のいいねサンクスの方がなんか心が動かない。<laughs> リスナーさんは笑うけど、やられてる本人は嬉しいと思うんだよ。解放にいいねをした人がいいねサンクスって来たら、嬉しいでしょ。だから、なんかその、うん、そういう活動をだからあんまり1年間こう見てきたっていうか、で、その中で分かってくると思うの、解放が。 そのフォロワーさんが増えてきて「いいね」ボタンいっぱい押されるようになったらこれ無理だなってじゃあ私どうしたらいいんだろうもっと「いいね」を「いいね」サンクスっていうことがみんなが喜ぶことじゃなくてこう浮き輪のシリーズでこう写真もっと撮ろうとかさその方が私幸せにできるなっていうフォロワーさんをそう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 だからその発想が変わっていくわけようんどうやったらその喜んでもらえるか どうやったらそうなんつうんだろう良くなっていくかっていうやっぱ本質的な部分っていうのはブレないと思ってるから、うん、だからまあさっきもそのリスナーさんがツイッターの使い方が分かってないっていう,そう困ってるだろうなこうやったら楽しくなるだろうなっていうのは伝わるわけじゃんやっぱりそうだから あの俺今勉強になったなと思ったのがこれ見るとわかるんだけどツイッターのの枠をやったたらツイッターフォロワー5人増えたのよつまり、えっと、今までフォローしてなかったけどあワ w a d これツイッターの話参考になったわ w a の放送とかツイート見てみるわって言って評価してもらえたわけじゃんこれはだからいい枠だったなと思ったよ、うん、こう役に立てたのかなっていう、うん バカありがとい,いか娘さんだからまあそれは配信者のやっぱコンテンツでこう評価されるようになりたいっていうところだと思うけどだって今更じゃん今この時代にツイッターをわざわざや,やる人っていないと思うんだよその初心者の使い方っていうの。 もうそろそろ終わりにしようかな。俺も。放送。うん。でもなんかこういう、なんかこう、当たり前じゃなくて、こう、なんかこうシェアしていきたいよね。サングラス <laughs> ちょっと待って。俺カオスとサングラスの会話した記憶がないんだけど。 カオスの中では、俺と、いや、この前サングラスがさ、こうでこうでさ、っていう記憶があるんだろうね。俺、あなたとサングラスの会話したことないんだけど、何の話 <laughs> いきなりね、ねやっとサングラスのいたよ、ワーって。俺、そのメモリーがないから。サングラスのやり取りしてないから、俺。誰かと間違えてるでしょ。え、何サングラスって。え、えー、って何俺がえなんだけど、サングラスの会話知らないんだけど。 バカありがと、ね、な何 <laughs> な何のくだりサングラスってやっとこさだ誰との話をおぼっちゃにしてんのよ何のサングラスよわ、うん、かんないよ <laughs>、うん、秘密じゃねえわ気になるわもやっとするわ、うん、もやもやするわ はい。ということで、皆さんありがとうございました。えー、もしよかったらね、YouTube、Twitter、ふわっちのアカウント、フォローよろしくお願いします。えー、お疲れ様です。ありがとうございました。いい Twitter ライフを。